皆様プロテインって飲んでますか？私はですね、今はね、麹とご飯でなるべく食べ物から取り入れたいなっていうところでタンパク質もしっかり取るようにしてるんですけれどもね、プロテイン取ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。今日はね、それをね、置き換えられることができるですね、麹きな粉についてですね、お話をしていきます。べっぴんきんね、べっぴん体質、鈴木ひろみです。皆様プロテインどうですか？お好きですかね？なんかいろんなプロテインあるし、なんか筋トレ女子たちはプロテイン飲んだ方がいいよって言われたりするので、気になってる方も飲まれてる方もいらっしゃるかなと思います。プロテインね、まあ、物によってはね、人工甘味料が結構入ってたり、お砂糖入ってたりするものもね、ありますよね。それが気になってる方もね、いらっしゃるかなと思いまして、プロテイン代わりにね、気軽に取れる麹きな粉を今日はですね、ご紹介していこうかなと思います。まあ、本当に美味しいの でタンパク質手軽に取れるっていうところがあるかなと思います。でタンパク質ね、お肉とか殻もね、もちろん取った方が絶対私はいいと思っている派なんですけど、さやちゃんはどうですか？はい、同じです今日もね、さやちゃんとやっていこうと思うんですけど、まあ本当食べるものってね、それぞれだからね、選択はお腹に合うものでいいかなと思うんだよね。そう、なんかやっぱり体に合わないものはお腹が反応して嫌だよってちゃんと教えてくれるかなと思うので、自分に合うものがいいかなと思います。こちらのべっぴんきんチャンネルではですね、麹にまつわるいろいろなお話をしております。はい、麹は日本のね、国菌である麹菌からできておりまして、日本の調味料ですね、お醤油もお味噌もみりんもお酢もお酒も全部麹からできています。この菌がね、過去の日本人からずっとつながってきて、今この2024年にあります。でぜひね、このね、菌たちを次世代につないでいきたいなという思いと、なかなかね、こんなに麹みたいにいいことだらけのものって本当ないなと思ってまして、こんなに素敵なものをね、知らないなんてもったいないという思いでね、たくさんの方に知っていただきたいなと思ってですね、べっぴんきんチャンネルはやらせていただいておりますので、よかったら他の動画もですね、見ていただくと麹のね、可能性だったり魅力をね、知っていただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひいろいろ見ていただければと思います。で、LINE 公式がね、あります。こちらではね、今日から使える麹レシピをプレゼントさせていただいております。こちらね、7月麹レシピというふうにですね、メッセージいただきますと、すでにもうね、お友達の方にも新しいレシピプレゼントしてますので、よかったらメッセージいただければと思います。きな粉の栄養について教えてください。はい、大豆ね、タンパク質が豊富に含まれています。まあ、植物性タンパク質なので、やっぱ動物性の方がね、吸収とかはね、いいよって言われてたり、大豆タンパク質だけだとね、摂りすぎはちょっと注意が必要なものにはなりますけれども、タンパク質が、はい、豊富に含まれています。大豆イソフラボンが含まれているので、まあ、女性にとってね、いい働きをしてくれるのは間違いないので大事なんですけど、逆にお砂糖も一緒に取っちゃうともったいないよねっていうところですよね。そうですね、うん、せっかくならね、その大豆のいいところを吸収したいって思います。その大豆イソフラボンはどのような健康効果があるんですか？うん、女性ホルモンとね、同じような働きをしてくれるっていうことを言われているのが、このね、大豆イソフラボンになります。あとね、サポニンっていうのもね、含まれているので、はい、それはね、抗酸化作用ですね、アンチエイジング効果などがあるので、まあ、本当に取りすぎないとね、いいものではあるんですけど、取りすぎると危険なものになります。食物繊維もしっかり含まれていますので、食物繊維といえばね、腸内環境を整えてくれるっていうのはね、もう聞き飽きたぐらい言ってるかもしれないんですけど、便秘のね、解消だったりとかっていうのをしてくれるような効果もあります。そう、あとね、オリゴ糖も含まれているので、オリゴ糖とかはね、腸内細菌たちの餌になりますので、その辺もね、きな粉は含んでいます。腸内環境を整える麹とね、うんうん、相性がぴったりですね。そうですね、一緒に取っていただくといいかなと思います。そのきな粉ですけれども、なんか選び方や取り方に注意点というのはありますか？まあ、産地ですね、どこ製のものか、まあ、きな粉の元は大豆になりますので、まあ、どこの大豆を使っているよというのとか、裏を見るとですね、原材料のところに大豆、国産、遺伝子組み換えではないということが書かれています。このきな粉の場合だったらね、この辺を見ていただくのがポイントになります。国産がいいかもしれないですね。まあ、でも国産もいろんなのあるので、見ていただくといいかなと思います。金額もですね、ピンキリですよね。きな粉もね、全然違うよね。そうですね、でもどちらかというと、こう、いいものを選んだとしても、そこまで1万円とかはしないからね。そうなんですよ。なんか食とかはそうだよね。なんかもう買
比べたら高いけど、なんか、ね、1万円は絶対しないじゃん。しないです ね。だからやっぱりちょっといいものを選ぶという癖をつけると体にもいいし ね、家族みんなのご飯の材料になるかなと思いますので、うん、はい、ぜひぜひちょっといいもの選択をおすすめしてます。私は今日はその麹を使って、うん、あのきなこ麹を作るんですが、うん、どの麹の種類を使いますか？プロテイン代わりとかっていうところになってくると、なんかよりね、麹の中でもタンパク質が取れるのが麦なんですね。はい、なので麦麹をおすすめするんですけど、やっぱり甘さも欲しいみたいな感じだったらね、希白米ですね。麹菌をね、塗布した白米の麹ですね。一般的にも一番見られるもので作っていただくと一番甘旨味は感じられますので、はい、それがおすすめかななんて思ってますけれども、はい、皆さんいろんな形でね、作ってみていただくといいかなと思います。ちなみにその白米と麦の違いっていうのはどのようなものがありますか？はい、そうですね、麦はね、すごい食物繊維がめっちゃ豊富なんです。そう、白米と比べるとなんと17倍も食物繊維が含まれているというところになるので、ダイレクトに腸内環境をね、整えてくれる効果があります。あとはね、水溶性の食物繊維がね、すごい含まれているというところで、まあ、餌になってくれるというところと、あと不溶性の食物繊維も含まれているので、それに関しては腸の中のですね、デトックス効果があります。水溶性食物繊維ですね、どちらもあるのでね。なので、うちの協会でも麦を使ってます。で、麦のね、あの麹はですね、タンパク質分解酵素も多いというところもあるので、まあ、きな粉と合わせた時にタンパク質を分解してくれて吸収を良くしてくれるというところですね、が整うのでいいかなというところがあります。では早速きな粉麹の作り方を、ね、教えてください。材料はですね、生麹 100g ですね。はい、そしてきな粉も同量の 100g です。そしてお水は 160g、はい、そして塩麹をですね 10g ほど入れていただければと思います。はい、まあ、これをですね、あのヨーグルトメーカーの容器に入れてですね、混ぜ混ぜしていただいて、そしてあとはヨーグルトメーカーに58度で8時間以上で出来上がりという形になります。出来上がったらですね、すぐに粗熱を取って冷蔵庫に入れていただくと、こちらもね、いいかなと思います。まあ、塩麹ね、ちょっとだけ入ってますけれども、割とね、塩分濃度はね、ほとんどない感じなので、早めに冷蔵庫に入れてください。今回ね、さっきの発酵バージョンなんですけど、まあ、普通にね、希白米の甘酒にきな粉混ぜるだけでも美味しいし、タンパク質も取れるっていうところもあるので、それもちょっとご紹介していきます。希白米の甘酒ですね、こちらを適当に取っていただいてですね、はい、そして適当にきな粉を入れるっていう、はい、全てが適当に流れておりますけれども、お好みの量を入れていただければと思います。なんか私はもうこのままベルが好きですけど、さやちゃんなんか割ったりします？このままが好きなので、うん、やっぱりこの冷凍の甘酒が常にあるので、うんうん、自分の好きな時にこうやってスプーンで作って、うん、砂糖代わりにね、混ぜてるって感じだよね、うん、そうですね、このままが美味しいですよね、うん、なんかちょっとくず餅みたいな味になりますねなんかきな粉といえばくず餅じゃん、うん、あんまり違う、きな粉餅とかくず餅とか、そうそうそう、うん、そう、ここにあのみりんのシロップをかけると、まさに黒蜜みたいな感じで、まあ、黒蜜もいいかもしれないですけど、ちょっとタンパク質不足してるかなっていう時に、甘酒にプラスきな粉していただいて、ちょっとタンパク質も取ったわ私みたいな感じで思っていただくのもね、良きかなと思います。こんな感じでいただきます。うん、甘い、めっちゃ甘いから、やっぱりおやつ代わりに、うんうん、タンパク質取りながらおやつも食べれるからいいですね。ね、いいですね、うん、でこの白米の甘酒は麹さえここに来ていただくと、コーヒーとか頼んでいただくと、コーヒーとセットとかルイボスティーとセットとかでお出ししてって、甘さにめっちゃみんな驚くんですよ。こんな甘くなるんですかって言われるんですね。なんかちょっと練乳っぽいなって言われるぐらいの甘さなので、なんかいつも食べてる木麹の甘酒があんまり甘くないなとかっていうところ、満足度低い感じだったらね、ちょっと麹変えてみていただくといいかなと思いますし、あとちょっとね、鎌倉にフラッと遊びに来ていただいて、コーヒーとかと一緒にこの木麹の甘酒
試してみていただくと、あ、本当に甘いんだっていうのをね、分かっていただけるかなと思うので、ぜひ遊びに来てください。何に使うと美味しいかなとは思うんだけどなんかお前っぽいものでお醤油とかと合わせてもらってとかっていうのもちょっと美味しいかなと思ったりとかするので、醤油麹とかと合わせてほうれん草の合い物とか作るとかは美味しいかなと思ったりする。アーモンド麹みたいにちょっと使っていただくとね、お醤油混ぜても美味しいかもしれないですね、こんな風に使っていただくといいかなと思います。まあでも食物繊維取れるし、タンパク質取れるし、めちゃくちゃ栄養効果は高いので、はい、なんかうまく使ってみていただけたらと思います。また教えてください。ぜひね、いろんなレシピ、こんなのやったら美味しかったよっていうのがあったら、ぜひ共有していただけたら嬉しいなと思いますので、ぜひお願いいたします。ということで今日はですね、きなこ麹やっていきました。抹茶甘酒もね、そんな感じかなと思うんですけど、なんかパウダー系を用意しておくとなんか甘酒のバリエーションもいろんな風になっていてね、いいんじゃないかなと思いますので、ぜひやってみてください。はい、ということもで、今日もね、最後まで見てくださってありがとうございました。皆様よかったらですね、チャンネル登録とグッドボタンと、そしてシェアもお願いできればと思います。はい、そして LINE 公式お友達になっていただきますとですね、毎週水曜日朝6時20分からですね、朝ライブをしております。で、日曜日にですね、今週のレシピとですね、今週用意していただきたいものをお送りしてますので、よかったらね、お友達になっていただいてライブにもご参加いただければと思います。はい、ということで皆さん、今日も最後までありがとうございました。皆さん素敵な一日をお過ごしください。またお次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。ひろみさん、質問が来てます。オートミールの動画で質問です。2週間海外ツアーに出かけます、肉系の外食ばかりになりそうで、早速オートミールを小分けにして持っていこうと思ってます。我が家には塩麹と玉ねぎ麹が冷蔵庫に入ってます。これらを常温で持っていくことはできないでしょうか。塩麹なら移動ぐらいは大丈夫ですね。ぜひなんか向こうに冷蔵庫があるといいなとは思うんですけど、私はですね、なんか旅行行く時とか塩麹連れて行くことは多くて、飛行機で飛ぶ時は飛行機は寒いじゃないですか、なんかなので、あんまりこう悪くなったりとか、まあ、悪くなるというか発酵が進むっていう感じなので全然大丈夫ですね。塩麹、醤油麹に関しては。甘酒はね、持ってって向こうに冷蔵庫あれば冷蔵庫に入れていただいて3日ぐらい食べしきるみたいな感じで私はやってました。ぜひなんかやってみてください。大丈夫だと思います。ちなみにね、預け荷物でしっかり封をして預け荷物で持っていくのがおすすめです。そう、荷物の方って寒いじゃない、荷物の飛行機の中超寒いんだよ、そうだからそれがおすすめです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。